梅谷雄太郎です。元消防士です。消防士として約5年間特別救助隊っていうところで最前線でやらせていただきました。今はそれこそ自分の会社を作りたくてスポーツトレーナーとかいるじゃないですか。けど消防士とか警察とか自衛隊に向けたなんかそういう体を管理する人が今いなくて、市民を守る大事な仕事をしているのにそういった体って大事なので、そういった方に向けてストレッチできる仕組みっていうのを作れたらいいなと思って、それに向けて挑戦しています。どんなタイプですか？かっこいいタイプの男だと思います。外見も内面も全部です。周りの方よりストイックにやってきたっていうのがすごい多分根本的で、そこがすごい自信につながってるとは思います。純粋に本気で好きになるってことが今できてなくて、その理由が約15年間、小学4年生ぐらいから好きな人がいて、野球頑張ってモテようみたいな思ったり、それこそ地元の消防になってちょっとアピールしようじゃないですけど、なんかその子を中心に僕の人生動いてて、でその子が数年前に結婚してしまったんですよ。ですごいなんか心が頭真っ白になって、でそっからそれ以降なんか本気の好きっていう感情が出てきてなくて、それをちょっと今回真剣に考えたいなと思って応募しました。すぐに結婚したいっていうのは正直なくて、けどしっかりその結婚できる女性とは出会っておきたいなっていうところが今のモチベーションですね。すごい話す会話からすごいポジティブな発言がすごい多かったし、いろんなことに挑戦してるって言われてたので、すごいそこが印象に残ってて、絶対僕と合うなと思いました。好きな気持ちは正直半分まで来てます。あとはしっかりお会いして外見的だったり性格を知ってから好きになります。作戦はもうひたすらアピールすることで、もうあまり気遣いなくいきたいですね。僕が好きになった人は全員好きになってくれるっていう過去はあります。なんでチャンスをつかみにいける度胸みたいなのがすごい自信はあるんで、周り気にせず行くことしか考えてないです。手紙の交換の理由は、結構やってる方もいらっしゃったと思うんですけど、あれって会った時、二人きりになった時に渡してたので、大体起きて 2,3 回とかじゃないですか。もう僕は来た時に渡して、来た時にもらいってみたいな、そういう選ばれる自信はそれこそさっき言ったポジティブだったり挑戦してるっていうところがすごい武井さんにはあると思うので、そこと僕が多分マッチして波長があって最後バラいただくと思います。